ツアーですけれども j t b によりますとすでにもう多くの問い合わせが来ているということでしたでツアーのプラン2種類用意されています、はい、まず1つ目が来月20日と21日の2試合を観戦できる3泊4日のツアーホテルの宿泊や往復の航空券が付いて72万8 0円です ソウルですよね。ソウルです。ソウルですね。はい。は2試合。はい。でもう一つがどちらか1試合を観戦できるプラン。これ2泊3日のプランもあって、価格が49万8千円です。ソウルですよね。ソウルです。すごいですね。高い。なんでソウルやねん。と思いますよ。まあ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 、メイメルビーのいろんな戦略もあるのかもしれませんけども、やっぱりそれだけのプレミアってことですよね。はい。 ではどんな席で観戦できるのかですけれども、<ー> JTB によりますと、こちら、1階の内野席になるそうです。1<階>はい 一類側、三類側バックネットいろいろ考えますけこれはまだ決まって一回までしか決まってないですね。大安い人、一回までです。でですはい。<な>い <laughs> そして、観戦を楽しむためのギフトでしたり、特別な体験が用意されているということなんですが、はい、これは当日のお楽しみということで、これ気になりません？気になる。特別な体験って、いや今ほらもの、はい、消費からこと消費。 っていうね、はい、世の中の流れがありますよね、はい、旅行なんかでもそうですよね特別な体験っていうんですから特別な体験ですよね <laughs> これ JTB と MLB が今調整しているということ大谷選手も食べたポップコーンを一緒に食べましょうといやいやいや <laughs> 怒るよ <laughs> 今今ちょっと聞き捨てならない JTB と MLB が調整し, <laughs> 調整しているはい 一緒になってやっているということですね。そこは興味深いですね。はい、もう今後の発表が楽しみですよね。で、この開幕戦オンラインでの抽選申し込みが必要です。応募の期間はえ来週十四日の正午から十八日の午後八時まで。当選結果は今月二十一日以降になるということなんですが、人数は非公開だそうです。え<っ>はい。何人様限定ってないわけですね。そうなんですよ。倍率とかそういうのもちょっとわからないかもしれない。ね、気になりますけどね、うん、非公開ということで。 で,したこれでもネットでの応募ですよね、はい、そうなるとそういうものがちょっと苦手な方にとってはどうしたらいいっていう話になるでしょうけどもね、はい、さらに担当者によりますと、うん、開幕戦だけではなくレギュラーシーズンについてもツアーを準備しているということですからもう今年は大谷選手に会いに行こうツアーが増えるかもしれないですすすすねねねねチャンスは増えます、ね、そうででで、ね、行ってみたいです、ねうん、でもお金貯めないといけないですよね。 いかがですか。円安ですしね。円安です。大谷さん、いかがですか。<laughs> 大谷ですって言っていきますわ。<laughs> レポート待ってます。<laughs> はい。